初めてのポケットモンスター。ポケットモンスター、縮めてポケモン。それはたくさんの謎を秘めた不思議な生き物。最新作ポケットモンスターブラックホワイトでは、登場するポケモンが一新。シリーズを経験していない初めての方でも気軽に楽しめます。主人公のあなたはポケモンを育てる人、ポケモントレーナー。まずはパートナーとなるポケモン選び。3匹のポケモンの中からお気に入りの1匹を選び、共に冒険の旅に出ます。世界中を旅しながら、たくさんの人と触れ合い、あなた自身が物語を通して成長していきます。ポケモンとの出会い。旅の途中、あなたはたくさんのポケモンと出会うでしょう。人間と仲良く暮らしているポケモンもいれば、草むらに生息しているポケモン、洞窟に生息しているポケモン、水の中に生息しているポケモンもいます。中にはめったに見ることができない伝説のポケモンも。ポケモンを捕まえて育てる。旅の途中に出会う野生のポケモンは、モンスターボールと呼ばれる道具を使って捕まえることができます。捕まえたポケモンはあなたの仲間となって、バトルを重ねることで成長していきます。中には新しい姿へと進化し、さらなる力を発揮するポケモンもいます。育てたポケモンでバトル。バトルはポケモンの覚えるさまざまな技を使って戦います。技には相手のポケモンのタイプとの相性があり、バトルに大きく影響します。時にはポケモンを入れ替えて使い分けることも大切です。主人公の挑戦。行く先々の町にあるポケモンジム。ポケモンジムはポケモントレーナーの力を試す場所。ここにはジムリーダーと呼ばれる強力なトレーナーがいます。彼らとポケモンで対決し、勝利の証であるジムバッジを集めることで、あなたは最強のポケモントレーナーへの道を切り開いていきます。通信で広がる遊び。ポケモンの世界はあなた一人だけではありません。友達とポケモンの交換をしたり、ポケモンでバトルをしたり、人と人だからこそ広がる、とても自由な遊びが楽しめます。初めてのポケモンと出会う旅。誰にとっても完全新作、ポケットモンスターブラックホワイト。